見ていただけるのであればやっぱり練習かもしれないですけど自分も楽しんでるんで見ていただけるものはやっぱり見ていただきたいし見ていただくからには全力でやりたいなって思って今日は楽しいものをちょっと詰め込みました。